ヨヘイさんですかね。ウオヘイさんですかね。はい。お、アワビ。おー、美味しそう。美味しそうって。ねえ、アワビ。アワビ買っちゃう？ねえ、お刺身にしてもらえたら、ママさん。ねえ。いいな。このぐらいの大きさ。ああ、これ850円。850円。ね、ああ。2200円っていうのは、これが2200円っていうのは。これが1200円。ああ。ちょっと大きさが違うんだね。ちょっと違う。ね、ああ、なるほどね。1200円ぐらいのでいいかな。1200円ので一つください。1200円と1500円の盛り合わせ。はい、あと1500円の盛り合わせ、あとちょっと申し出してもらっていいですかね、もうちょっと。あと何入れようか。牡蠣っていうのはそこには入ります？牡蠣はそのまんま。そのまんま。あの、揚げて、じゃあ皿に入れて、牡蠣は牡蠣で。牡蠣は牡蠣で。ああ、うん。これ生で食べられますか？生で食べられます。あ、そうですか。うん、じゃあこれ一つずつもらっていく？二つ。一つ。あ、二つ。はい。二個ください。生きてる？うん。わあ、本当だ。はい。何やらいっぱい買いました。いっぱい買いました。はい、ちょっと買いすぎちゃったかな。買いすぎちゃったかな。なんかいろいろ見てたらたくさんあって、ね、あれもこれもと目移りしちゃって、はい、ね、はい。買っちゃいました。はい。これで、はい、車中飯、はい、海鮮丼行きたいと思います。はい、行きます。アウトドアファミリーです。はい、本日はですね、ドライブがてらの車中飯ということで、はい、先ほどあの魚屋さんでネタを仕入れてまいりました、はい、すごいいい魚とかいろいろあったよね。いっぱいあった。すごいいっぱいあって、はい、まあ目移りしちゃって、はい、ちょっと買いすぎた感あるんですけれども、はい、これからねご飯を炊いて、はい、海鮮丼、はい、海目の前なんですよね、はいはい、海に来て海鮮丼ということで、はい、食べたいと思います、はい。ちょっと今日北風が強くてね、すごい天気は良くなったんだけど、うん、はい、すごい寒いです。寒いですね。そしてちょっと花粉症気味のパパさん、ちょっと鼻声で申し訳ございません。聞きづらいことあるかもしれないですけれども、ご了承ください。ご了承ください。はい、ということで、はい、のっけからですね、今日忘れ物結構ありまして、はい、釜飯でご飯をまず炊こうと思ったんですけど、はい、釜飯持ってくるの忘れました。はい。一番メインを持ってくるの忘れちゃった、はい、ということで、はい、なんでか知らないですけど、クッカーがあるんですよ、はい、なもんで、はい、お湯を沸かそうと思ってたクッカーで、はい、とりあえずご飯を炊いてみたいと思います、はい、これでご飯炊いたことないから、まあ逆に初体験でいいのかなという感じでございます。はい、はい、それではじゃあ始めましょう。はい、ないんだけどさ、本当はいけないんだけど、そう、本当はいけないんだけど、開けちゃうちょっとチラ見してみる、チラ見してみる、チラッとだよ、あ、いい感じじゃんかよ。愛情入れてくれました、はい、ありがとうございます、はい、それでは時間になりましたので、はい、カーニバルやりたいと思います。お願いします。いきます、はい、カーニバル。どうですか、いい感じじゃないですか。お、いい感じ、あ、いい感じじゃない。あ、いい感じ、若干おこげ、あ、若干ね、若干おこげ、うん、あ、ちょっとおこげですね、若干おこげ、こんな感じです、うん、ちょっと若干焦げです。でも十分だと思う、ほら、あ、いい匂い、ね、あ、いい、いいじゃない、いいじゃない、いいよね、うん、いいと思います。いや、これでいいよ、いいよ、じゃあこれやりましょう、はい、やっとです。楽しみタイムになってまいりました、はい、じゃあご飯、ご飯、はい、持って、ご飯をよそって、はい、よそって、はい、よいしょ、あ、いい匂いだね、なんかおこげの匂いもまた、うん、暑くない、大丈夫、気をつけてよ、大丈夫、いや、大丈夫、いけんのこれ、いけんのか、うん、ありがとう、はい、
はい、パパさんアサリの味噌汁で、ももさんしじみの味噌汁です。美味しそうです。はい、じゃあそれでは盛り付けたいと思います。はい、はい、青じそ取っちゃう。そう、あー、ね、しそ乗せるの。そう、乗せる。で、タコでしょ。パパも形で乗せた方がいいかな。ね、とりあえずじゃあ、とりあえずじゃあパパも形で、よいしょ。青じそ乗せる。食べたく、美味しい、好きじゃない。あ、うん、大丈夫。あの、好きだよ。じゃあ食べれば。あ、いいよ、食べて。エビ。この、アワビ。アワビ、アワビ。アワビ乗せます。アワビいいよ。あ、すごい。なんかもう、はい、持った瞬間、コリコリっぽいのが。ね、うん、ああ絶対コリコリよこれ。本当？美味しそう。美味しそう。マジで？うん。わあ、すっごい豪華。あ、本当？うん。でこれなんかちょっともう彩りで取っちゃおう。取っちゃおう。黄色。こんな感じ、ママさん。出来上がりこれ。そう、出来上がり。うわあ、なかなかいいかな。いいじゃないの。ね、うん。こんな感じでいいかな。あんまり上手じゃないけど。うん、どれどれ、ね、すごい豪華。ね、いい感じだよね。うん、できました。はい。完成しました。完成しました。美味しそうだね。やった、海を見ての海鮮丼やりたかった。シャチ飯。はい。はい、それでは、はい、いただきます。いただきます。いきなり俺アワビいっちゃうから。そう、ママもアワビ行こうかな。アワビ。好きなんだよ。アワビいただきます。ね、いただきます。うん。うん、コリコリ、やっぱりコリコリ。うまいね。うん、うわ、これは素晴らしいうまさです、うん、コリッコリのアワビ、ね、うん、うん、海の香りが、うんうん、ね、すごい美味しいね、うん、あ、めっちゃ美味しい、うん、アワビ最高じゃん。あ、アワビうまいわ、ね、アワビ美味しいね、うん、コリッコリですね、うん、お米うまいから、うん、すごいなこれ。これすごいクオリティだな、ね、いや、この海鮮丼やばいですよ、本当に。本当に今まで食べた中で美味しい、一番美味しい、一番倍かもしれない、ね、本当に。っていうか、米がうまいとここまでうまいんだね、うんうん、なんかね、お米の香りがすごいよくってね、お刺身とすごい合うね、うん、いや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 、結構ね、うん、ネタもこう厚いんですよね、うん、こう厚みがちょっとあって、ね、こんな感じです、うん、肝があるんだよね、うん、肝って、肝ってどうなんですか。そうなんだ。あ、これ切れてないね。これママさんペロッといっちゃえば、ママ無理かも。無理、本当。じゃあパパちょっと食べてみようか、うんうん、食べてみて。ちょっと肝食べてみます、うん、苦いだろうね。コリコリすごいね、すごいコリコリだね。全然苦くない。ほんと苦くないんだ。なんかほんと海の香り、うんうんうん、キュッと凝縮して、ちょっと肝っぽいような、ほんのちょっと肝っぽいような感じ。そうなんだ。全然苦くない。ほんと、めっちゃめちゃうまい。こんなうまい肝食ったことない。あ、そう、さすが。やっぱりなんか生きてたところから、いけすから取ったから ね。まあ、これすごいわ。そうなんだ、美味しいんだ。ちょっとだけコリコリが残ってる。なんかこれ硬いのかな、これ。ママさん、はい、あ、これこれすごいね、うん、超コリコリでしょ、うん、超コリコリ、ね、あ、本当だ、苦くはない。ね、一部だよね、それ、うん、一部、うん、うん、全然苦くないよね。全然苦くない。これはうまいわ。ねえ、こんななんだね、肝って。アワビの肝って食べたことない。うまいわ。うん、美味しいね。はい、どうぞ。いいね。めちゃめちゃいい感じです、これ。いただこう。はい。いい、いいホタル。もう取った、もう取った。いい、ママのこっち。もう取った。もう、じゃあじゃんけんしよう。じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。あし、ほら、こっち、うん、はい、ありがとう。ふっくらしてる、ほたれて。
い。いただきます。大きい大きいよ、こんな大きいよ、ほら、こんな大きいです、こんな大きい。こんな大きい。いただきます。ナイスベリーマッチング。それだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。海を眺めながらの海鮮丼、めちゃめちゃ美味しかったです。良かったです。ピンピラピン。ピンピラピン。九十九里ハーブガーデンです。オートキャンプ場があります。ハーブガーデン行ってみたいと思います。久しぶりですね。はい、久しぶり。結構ね、ブルーベリーのケーキが美味しかったりします、はい、お茶したいと思います、はい、レストランラパニエ。ハーブの匂いがする、ね、すごいね、ハーブガーデンだから。いちごのロールケーキ、美味しそう。いつもここ来ると悩むんだけど、今日もまた悩む、ね、うん、はい、もう早速来ました。ブルーベリーのパイです。これ美味しいんですよね。今ずれちゃった。動いてる動いてる。まずはこのいちごの、いちごのタルト、タルトかな、ね、はい、そんな感じです。美味しそう。紅茶にしようかな。紅茶、うん、あ、じゃあパッコーヒーにしようかな。しっかりしてる。あ、ほんと？うん。うんうんうん、うん、美味しい美味しい美味しい。あ、昔と変わらずの美味しさですね。うん。うん、2つぐらいですけどね。ね、全然前回目で美味しい、ね、もっといきましょうか。いきます、うん、美味しい、美味しい、よかった。食べてみる。うん、いちごいい。あ、ママこれ食べてみる。少しずつ食べる。かわいいね、この飾り付けも、ね、可愛い。ポンプさん、こっちに行く。はい。うん、これ二人でちょっと味見してみる。ね、味見してみる。ね、うん、わあ、すごい可愛い。めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。めちゃめちゃ可愛いです。シフォンケーキの生地の中にいちごのこのつぶつぶみたいなのが入ってる。うん、てて果肉ですかね。ね、うん、飾り付けが可愛いよね。ね、こんな感じですね。ママさん、パパさんは第二ラウンドはロールケーキですね。いちご。可愛いね。いただきます。これちょっと、これ混ぜちゃう。混ぜちゃうんだろうね。混ぜちゃう。こんな感じですよ。そうになっ
紅茶の後にハーブがふわっと香るような。あー本当だ、うん、パパあのこのハーブってあんまり得意じゃないんだけど、うん、全然大丈夫、うん、いい感じの香り、ね、いい感じの優しい香りだね。あんまりきつくなくて、うんうん、あ、美味しいね、飲みやすい、ね、飲みやすくて、あ、美味しい、これはいいのかもしれないですね、美味しい、うわ、こんな感じ、いい感じ、うん、美味しい、うん、あ、ちょっと酸味がある、うん、クリームに、クリームは同じかね、もしかして、何なんだろう、そうなのか、食べてる、美味しい、すごくしっとりして、あ、いちごの香りがすごい、うん、めちゃくちゃいい感じ。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりのハーブガーデンのタルト&、飲み物、最高に美味しかったでございます。本当です。入りました。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。